LSM Radio South Channel ディープな世界。はい、こんにちは、こんばんは。サードチャンネル、本日も始めさせていただきます。現在、都市伝説シリーズとして、都市伝説なのかアニメの話なのかみたいな、リスナーの方は思っている方も多いと思うんですが、まあ楽しくお付き合いいただければなというところでよろしくお願いします。はい、聞き役として NC です。よろしくお願いします。はい、ピエロワンです。よろしくお願いします。ジョナサン・ジョンスター。あ、どうも、空調ピタロです。すいません、ちょっと一回その自己紹介の時に今のジョナサン・ジョースターはあのビートたけしでジョナサン・ジョースターやってるように聞こえたんですけど、じゃあこれは、はい、あの息子の、はい、せかし方ジョースケに会いに行ってる時のジョナサン・ジョースターです。あー、なるほど。4部でも年取っちゃってボケてる、ボケてる時の、はい、そうですね、ただ透明な子を育てることになってボケがちょっと解消しましたけどね、はい、勝手に息子のカードを使いまくったっていう。そうですね、はい、そういうビータルさん、本日はどういうテーマで、はい、そうですね、まあ、やっぱり、まあ、ジョジョの話も出たんですけど、はい、まあ、ちょっとですね、まあ、僕が大好きなラーメンの話からっていうことで、まあ、これは都市伝説ですかね。ラーメンですか。ラーメンの都市伝説、はい、ラーメンですか。まあ、ラーメンの常識を変えた有名漫画家の話ですね。漫画家がラーメンの常識を変えたんですか。へぇ、ラーメンの具といえばペルは何がありますか。ラーメンの具といえばチャーシュー、うん、ネギ、うん、メンマ、うん、あ、なんだろうな、あとほうれん草、はい、家系ですね。ナルト、はい、そこストップ。ナルト、ナルト、皆さんナルト出てきますよね、はい、まずそのラーメンの絵ってどういうの浮かびますどういう絵がラーメンの絵、なんか醤油系っぽいラーメンですね、はい、まあ、ラーメン食べてる人のもし絵って出てこないです。ナルトを食べてるラーメンの人の絵って、完全に小池さん、小池さんしか出てない。はい、出ました、ラーメン好き小池さん、はい、ほっぺたもですよね、はい、これは藤子不二雄先生が作ってナルトっていうのを、はい、この売れてなかったナルト海峡のものを入れようとしてひたすらナルトを乗せた結果なんですよ。え、どういうことですか、どういうことですか。ナルトっていう具を、はい、ラーメンに入れたのがこの藤子先生なんですよ。へぇ、なるほど。あの作品の中で入れ続けることによってラーメンっていうのはこれが普通だと思わせてナルトが入るようになったと。そうです。これこの、まあ、ナルト海峡っていうので、はい、ナルト海峡のもので作ろうって言ってるのが富山県なんですよ、はい、でも全然鳴かず飛ばず売れなかったと、はい、でその時の、まあ、富山県の出身でこの藤子不二雄先生たちで、まあ、2人じゃないですか、あの藤子先生って、はい、そうですね、藤子先生たちが富山なので、じゃあ自分たちが富山のために何ができるかっていう、そこでできたのがこの自分の好きなもの、はい、まあ、おばきゅう、パーマン、服部くんの中でもラーメンはごちそうなんだよっていうのでナルトを入れるんです。でやっぱりこの時のさっき兄ちゃん出るではないんですけど、はい、写真とかもすぐ出てこないじゃないですか、はいはい、子供たちからしたらもう毎週見てる漫画が、はい、これがラーメンでもナルトが載ってるんだなっていうのが刷り込まれていくんですよ、はいはい、サブミナル効果でしたっけ。ペルナル効果で、そういう感じですね。ってことはもう東京に行ったら、え、なんでナルト入ってないのってなるので、もうナルトが売れるんですよ、でラーメンイコールもナルトっていうのを作ったのが、まあ、小池さんではあるんですけど、まあ、藤子先生です。すごっ、まあ、時代もあるんですけど、はい、もうラーメンっていうラーメンになるとっていうのを、まあ、一人の漫画家が一人っていうか、まあ、一人になるのか、まあ、だってこの藤子先生のそのナルトがなければ、はい、現在も人気のあるナルトがなかったってことですか。そうです、漫画のナルトもなかったってことです。まさに、はい、一楽のラーメンやる、そこも全部つながってくるんです。なるほど、すごっ、まあ、あれです、まあ、時はそうにいて赤塚不二夫と、はい、何したっけ、あ、さっきの手塚先生と一緒に時はそうで住んでたっていう、時はそう出身の方ですね、この人も。へぇ、石森章太郎とか伝説の伝説の人たちが出てきたって言いますもんね、はい、これもしかしたらあれですかね、ちくわもそれの流れで、ちょっとちくわだって現在も一緒じゃないですか多分、まあ一緒ですね、ちくわになるとか、はいはいはい、ちくわもちょっとなんかあれですかね、売りたかったんですかね。これ何かっていうと、あの忍者服部くんで、あの獅子丸っていう、はい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 、あいつちくわ超好きだったんですよね。でしたね。でゲームの忍者服部くん、はい、最後のあのゴールのところで、はい、すげえちくわとあとね鉄アレイが同時にこうピュピュピュ流れてて、でちくわ取るといいんですけど、はい、鉄アレイ取るとダメージ受けるっていうのがあるんですけど、はい、あのそれ見て僕はあちくわって美味しそうだなって思った記憶があるんで、もしかしたらちくわもそのナルトの流れの中でちょっとちくわ売れねえかなっつって、はい、こう作品出してきた可能性はゼロではないですね。確かにありますね。あるかもしれないです。へえ、うん。それであの何でしたっけ、あのどうなんですか、なんかあのジンベイとか出るやつがあるなと思って。ジンベイ、あ、先生がちくわ嫌いなやつです。わかんないです。海峡のジンベイではなくてジンベイですか。あの学校、忍者の学校のやつ。忍者の学校、ああ、NHK のやつ。NHK のやつですね。
それも忍たま乱太郎だから服部くんからそれでやって、はい、先生が食べれないっていうのもつながってるのかなってちょっと思ったのがあったり、まあ、歴史がそこにあるわけですね、うん、はい、いやでも今ね話しててちょっと思い出したんですけど、はい、やっぱり昔のゲームってすごく印象に残ってるゲームが多くて、忍者服部くんってめちゃくちゃ難易度高かったんですよ。やったことあります？ありますけど覚えてないですね。パーマンもありますね。パーマンもない。いや昔のゲームで特に原作があるものってめちゃくちゃ難しかったんですよね。いわゆるクソゲーって言われるものだと思うんですけど、もうだってたけし出てきます。たけしの挑戦状とかもスーパークソゲーって言われてます。いやそう有名なやつじゃないやつの方がやばいですよ。グレムリンとかね、その洋画をあとアメリカとか海外の映画をテーマにして作ったネバーエンディングストーリーとかね、はいはいはい、もうそういう作品ってまあ全クリできないんですよ。特に当時攻略本もない中で僕ら子供で、確かになかったですもんね。どこにど何をしたらこの先進めるのみたいな、もう無理やろうって言って大体の人が諦めてたっていうのがあったんで、すみませんちょっと間に挟みましたけど、いやふと思い出しました。ちょっとそれで言ったら、はい、ペール1、はい、出身あの順が違うじゃないですか。長野です。はい。投げはいはい、これははい、そうですね。本編の方であります。思ったのが、はい、長野です。グラディウス、はい、裏技、やっぱり分かる感じですか？VR 下へ YB 育成ですか？上上下下左右右、そうだ、最初だからそうですね、上上下下左右左右右ですね。あれもコナミの裏側もそうですよね。やっぱそれは一緒、いやそれはだって売ってるソフト一緒ですもん。はい、それは分かるんですよ。VR 下へ YB 育成なんですけど、あ、スト2か、スト2ですね。最近のなんかこれゲームって裏技ってないんですかね。昔のファミコンなんかそこ良かったじゃないですか。いやだってあのファミ通とかについてた大ギリン、はい、大ギリンじゃなかったっすけど、大ギリンでしたっけ。大ギリンが大技の林ですもんね、大ギリン、はい、あれはすごかったですよね。当時だからもう口コミで裏技知るしかなかったんで、はいはいはい、今はもうインターネットとかね、はい、スマホでみんな調べますけど、はい、それがない時代にもうすごい僕あれですもん、山崎純一くんのやつめちゃくちゃ読んでましたもん。あうち貧乏だったんで、はい、あのこれそうか、本編でも話したかったですね、はい、実はドラゴンクエスト3をあの、はい、全クリしたんですけど、はい、実はあのスーパーファミコンが、ファミコンですね当時、はい、ファミコンがない状態で、はい、親にファミコンとあとドラクエ3のソフトどっち欲しいって言われて、僕はすげえ悩んでソフトだけを買ったんですよ。本体ないんですよ。で何をしたかというと、その山崎純一君の家に行って同級生です。優しいですね。優しいんです。ハードはその友達で、そうですそうです。で山崎純一君のうち入れないときはあの宮田幸福のうちとあと倉田慎吾君のうち3軒あったんで、もう毎日大体こうローテーションできて、で、まあ、長野の田舎ってもう緩いんですよ、はい、家とかも鍵かかってなかったりして、で誰もいない状態でも僕が入り込んで、はい、でドラクエ3やって、ただ、はい、宮田幸福のうちだけはちょっと鬼門で、はい、これねツインファミコンだったんですよ。あなんですけど、ツインファミコンちょっとバグりやすくて、で誰もが一度は経験あると思うんですけど、はい、ドラクエ3のデータがセーブデータが飛ぶっていう、あの地獄の音ですよ。デレレ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 レみたいな曲が流れて絶望に陥るっていうのを2回やって、だからあの宮田剛君のうちに行ってやる回数をちょっとずつ減らしていってなんとかできる。そこ悪くないですけどね。でもまあこれ都市伝説流れで言えば、ドラクエ2か1、2か3か忘れたんですけど、はいはい、これもなんかコロナかなんかの呪文を予言したっていう予言の書、予言のこと、復活の呪文が多分出てきましたよ。へ、はい、そうなんですか。出てきました、できました。その限られた呪文の言葉の中に、はい、コロナのなんか、うん、この流行った要素とかが入ってる。入ってるっていう。そういえば思い出した突然説1個あるんですけど、あのドラクエを買いに行く少年の話なんですけど、もともとなんか持ち能力とかいろいろあるって言われた少年だったんですけど、はいはい、こうその子がドラクエを、ドラクエの一番最初の初期のドラクエですね、はい、買いに行くときに、俺明日ドラクエ1買いに行くからって言ったらしいんですよ。え、どういうことですか。2と3がもう出るの分かってるんですか。そうなんですよ。未来分かるからっていう。え、ドラクエ1を買いに行くからって。そっか、1って言うわけですよ。だってあれ、1って書かれてました。書かれてないです。ドラゴンクエスト、最初ドラゴンクエストなんです。ドラゴン2ちゃんから始まった、よく聞けば分かる話が、怖い話、唐突の話みたいな感じです。これはなんか、これ確か2ちゃんで見ましたね。だからそういうなんか続編が出ることが分かってないとドラクエ1とか言えない。言えないですよね。なんかちょっと、あっと思いましたね。面白いだろう。ドラクエ絡みで言うと。で、ちょっと話戻るんですけど、はい、さっきあのペルマンの方が大ギリの話だったじゃないですか。はい、プルアザの話。女神転生でしたかね。25年ぶりに裏技が発見された去年。そう昔の作品のですか。はい、ファミコンなんですけど、はい、この開発者たち何人かいるじゃないですか、何十人って、はい、全部隠してて、
去年出たのバタバタというか発表したのがあります。そういうふうな、やっぱりネット社会でもう隠されてたというか、もう探せなくなるっていう。ちなみにどういうあれだったんですかね。これをちょっと調べてこいって話ですよ。それちょっとあれですね。いや、これだからあれですよ。シーズン5ぐらいで。そう、このサードチャンネル、多分ゲーム界作った方がいいと思うんですよ。ゲームが面白いですね。ゲームは絶対面白いですね。で、僕らの世代って本当にファミコン、スーパーファミコン世代だと思うんで。そうですね。この辺の話はね、ゲームセンター CX 割に深掘りしてたらいいかなと思うんですよね。で、一つだけ言うとしたら、僕は RPG 一切やらないです。RPG ダメ。なので、ドラゴンクエストと話したか全く分からないです。あ、そうなんですか。さっきの音の話、ついていけなかったですもん。どんどんでしたっけ、死んだら。デレレ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 ポカーンって絶望です。絶望。はい、というところですね。まあ、都市伝説界、もしかしたら今回で終わりかもっていうところで。ゲームオーバー。はい、今日も以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。LSM プロジェクトは、いっちゃん、いなさん、またきち、たくま、マエストロあつし、みなっちゃん、またよし大輔さん、成田ペールワンの協賛でお送りいたしました。どうもみなさん、ヤンバル坂モーリーのモーリーです。ヤンバル坂モーリーは名護十字路徒歩1分以内にあるアメリカンレトロな酒場です。オールディーズの BGM とアメリカンな空間は、初めてなのになぜか懐かしさを感じられる店内で、おすすめは10時間じっくり丁寧に低温調理した牛タンと店主秘伝の燻製香る自家製ウイスキーで作るハイボールは絶品です。ぜひフラッと遊びに来てくださいね。電話番号は 070-3803-7889 070-3803-7889 待ってます。LSM レディオは、株式会社エナジックインターナショナル、南西食品株式会社、スパイスカレー研究所沖縄ご飯よしひこ、やんばる酒場モーリー、有限会社ゆい設計、味どころかにまつ、大道火災海上保険株式会社の提供でお送りいたしました。